ストライクショット。こんにちは、エクストライクの中にとベビーかけとのぐちゃんです。はい、というわけで今回はこちら、じゃんと中心化デネブ使ってみた。はい、使っていきたいと思います。いやー、ほんとデネブがね、もうこんなかっこよくなって、この横にすっごい簡略化して書かれてるのは、進化と神可能ですかね。そうですね、はい、はい、というわけで早速ね、デネブ使っていきたいと思います。はい、それではデネブ使っていきたいと思います。はい、反射ゲージのバランス型、アビリティがアンチダメージウォールと魔王キラー、そしてゲージでアンチブロック、友情コンボがツイン反射レーザー L4、 そして副友情コンボに超強爆発。なるほど、はい、新友情ですね。新友情ですね。ツイン反射レーザー L4、気になる。それではまず普通に当たっていきますね。お願いします。はい、はいはいはい、こんな感じのスピード感と。はい、じゃあ続いて気になるところですよね。めちゃめちゃ気になりますね。じゃあ反射レーザー L4 だからツインですからね。いきます。はい、ゴー。おーすげえ2本出ましたね。出てますね、はい、しっかりと削っていく、うん、いいダメージいきましたね。もう一回当たってみますね。お願いします。はあ、2本なんてかなりの範囲が、もうほぼほぼ画面上にですね。うん、いけますね。はい、それではアンチダメージウォール見ていきたいと思います。はい、まあ、こんな感じで。そうですね、はい、気に動きますね。動けますね。はい、それではちょっとデネブに横当たりでちょっといきたいと思います、お願いします。自分の殴りも入っちゃうかもだけど、よいしょ、こんな感じで削っていくと。素晴らしいダメージですね。ですね、いいですね。はい、それでは SS 打っていきたいと思います。はい、2段階目ですね。はい、ストライクショットが貫通タイプになりすまし、敵を貫く、ほうほうほう、ということで貫通タイプになる、なりすましっていうのもなんかデネブっぽいですね、はい、はい、では打っていきましょうか。お願いします。いきます。誰にでもなれるし、何者でもなれる、それが私だ。パクリティカル出たけどやば、まだ全然余力あるし、動けますね、えぐ、もう魔王キラーが乗って、確かに確かに、この感じのダメージというようなものでございますが、えぐいな。まだまだいけましたよね。まだまだいけましたね。うわ、余裕、素晴らしい。はい、はい、それではストライクショット1段階目打っていきたいと思います。お願いします。これが4ターンで打ってますからね。4ターンですからね。うん、ではいきます。お願いします。誰にでもなれるし、何者でもなれる、それが私だ。貫通化して、うんうん、まあ、このプニが多い時とかかなり役に立ちますね。そうですね、いいじゃないですか。これしかもワンチャンいい位置なんじゃないか。キラーが友情に乗るので、ここで当たれば、これがこれはやばいな。いや、素晴らしい、素晴らしい、いいですね。魔王キラー乗るといいですね、はい、いいですね、というようなストライクショットでございました。はい、それではステータス見ていきましょう。というわけでステータスはこちらになります。はい、はい、というわけで今言ったのは毘沙門天でしたね、うん、行きましたね。かなり、まあ、ダメージボールの対応と、うん、キラーが、そうですね、うん、ボスが魔王なのでかなり良かったですね、うん、まあ、地殴りでも普通にキラーが発生しますし、友情にも乗るので、うん、友情に乗った時の威力やばいですね。すごい。あと SS もね、4ターンで貫通になるので、うん、なんか困った時にすぐ貫通になって手を倒すってができるので、うん、できますね。便利ですね。デネブといえばなんか毘沙門天ってイメージはありましたけどあと他行けそうなのだと、他はアルマゲドンとかは、うんうん、まあ、ブロック出るのでアンチブロック持ちだと対応できますし、今回ダメージボールだけしか見せてないですけど、ブロックもあるのか、うんうん、いいっすね。あとはまあボスが魔王なので、うん、なるほどなるほど、いいかと思います。あとは、はい、イザナギカイ、イザナギカイ、うん、ほうほうほう、は、まあ、ダメ元ブロック、あ、どっちも出てきますね。どっちも出てくるので、はい、気にせずサクサク動けるんじゃないかなと思います。確かに動きやすいかも、はい、いいですね。他あとは、まあ、激究極のギャラクシーサーペントとかも、あ、まあ、いけるかなと思います。そうですね、ダメージボールですし、あそこブロック結構しんどかったりするので、うんうんうん、まあ、そういうところにいけるかなと思います。はい、ということでポイント、ポイントはこちら、じゃん、新友情コンボツイン反射レーザー L4。 はい、はい、これは威力がやばいですね。すごい、2本出るのがもうね、すごいですね。言ったらもうね、反射レーザー L がもう2個当たってることですからね、うん、しかもそれにキラーが乗ってるってことはもう
すごい。すごい。これは素晴らしい。はい、というようなデネブでございました。はい、というわけで以上、じゃん、重心化デネブ使ってみました。はい。ぜひね、皆さんデネブ重心化しましたら、ぜひぜひ重心化させて使ってみてください。はい。では、バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございますって私が言うと思わなかったやつ。モンスト公式チャンネル登録してないんですか？してくださいね、ぜひね。はい、今年でモンスト5周年迎えたので、引き続きよろしくお願いします。公式チャンネル登録してください。そしてエクフラチャンネルもチェックしてね。ではバイバイ。